はい、データサイエンス入門の第1回ということで、統計分析の基礎というところから、始めていきたいと思います。で、こちらが、今回の講義の内容になります。統計分析の基礎ということになります。まずはじめに、データサイエンスの概要を、説明して、その後にその統計分析について説明していきたいと思います。ヒストグラム、散布図、平均値、分散、標準偏差、共分散、相関係数という流れで進めていきます。このあたりは高校の数学の授業でも取り扱われている範囲だと思いますが、その後にですね、このプログラミング言語 Python というのがありますけれど、それを使ってですね、実際にこの辺の統計分析を、パソコンを使って、どういうふうに、やっていくのかというところをお見せしていきたいと思います。はい。で、まずはデータサイエンスとはということなんですけれど、データサイエンスというのはですね、膨大なデータから新たな意味や価値、法則、関係性などを見つけ出す学問ということになります。で、現在ではこれ様々なところで使われていてですね、自然科学、社会科学、経済、医療などなど、様々な分野の基盤となるような技術になっています。で、この講義、データサイエンス入門の中では、この統計学や機械学習を含んだデータサイエンスの基本的な考え方を、プログラミング言語 Python を使いながら、解説していくということになります。はい。データ分析のプロセスということで、どのようにこのデータ分析を進めていくのか、その流れを説明していきたいと思います。で、まず現実世界というのがあるわけですけれど、現実世界にはさまざまなたくさんのデータがあるわけですね。で、まず最初のプロセスとしては、この生データの収集というのがあります。で、その後に、この生データを必要に応じて、その後の処理がしやすいように、データを加工するというプロセスがあります。で、この処理済みのデータセットを使ってですね、さまざまな処理を行うわけですね。で、ここでモデルとか、アルゴリズムと呼ばれるものが関わってきます。アルゴリズムっていうのは、そのコンピューターで行う計算の手順のことですね。で、このプロセスを経た後に、見やすいように可視化されたデータ、あるいは、それに付け加えて、そのデータを、どういうふうに解釈するかといったようなことが書かれたレポートが出来上がってくるわけですね。で、あとは、この段階でですね、必要に応じて、探索的なデータ分析ということになるんですけれど、必要に応じて、モデルを書き換えたりとかですね、あるいはデータを加工し直したりというようなことをが、実際は必要になるわけですね。で、このあたりのデータの加工やモデルの修正、アルゴリズムの修正など、この辺をこう、探索的に、繰り返すようなプロセスが必要になります。で、出来上がってきたこの可視化されたデータとレポート、例えばビジネスの場面だと、このレポートに基づいて、何らかの意思決定が行われたりするわけですね。で、あるいはこのモデル、アルゴリズム、出来上がったものを、これを反映した、何らかのシステムを、構築するということになります。さらに、この構築したシステムを現実世界の中に組み込んで、使っていくということになるというのが、この全体の流れになります。で、特にこの講義で扱っていくのはこの範囲ですね。処理済みのデータセットがあって、そこから、モデル、アルゴリズムを使ってデータを処理して、可視化されたデータを作っていくというような、この流れが、この講義の中で、解説していく中心になるお話ということになります。で、まずはデータ分析のプロセスということなんですけれど、まずはデータセットですね。データセットっていうのは何のことかっていうと、状態、条件などを表す数値、文字、記号の集まりということになります。これがコンピューターでの処理の対象ということになります。まずはこういう何かこう数値がたくさん書き込まれた、例えば学生の名簿のようなものですね。学生の名前がずらっと書かれていて、例えばこうテストの点数が書かれたような、そういうものを、思い浮かべてもらったらいいかなと思います。
でその後のプロセスとしては、まあ、モデルアルゴリズムというのがあるわけなんですけれど、アルゴリズムっていうのはですね、まあ、コンピューターで実行する計算の手順のことですね。でこれはまあ様々なものがあります。平均分散、まあ相関散布図、相関係数、まあ、などなどいろいろあるわけですけれど、これはまあ計算、決まった計算の手順があるわけですよね。でこれらを使ってそのデータに当てはめていくというような、そういうプロセスです。でこのプロセスを経ると、まあ、データの可視化ということになるわけなんですけれど、まあ、あのデータ直接見ることはできないっていうのは、この数値が書き込まれた、まあ、この一覧表を見てても、そのデータがどういう意味なのか、何を語ってくれるのかっていうのは、なかなかわからないわけなんですけれど、これを、まあ、目に見える形にすると、現象事象関係性を、まあ、グラフ図表画像で、まあ、表すことです。この、まあ、可視化っていうのもいろんなやり方があります。でこれもまた後の方で、触れていこうと思います。それからこのデータセットなんですけれども、データセット数値、文字、記号を使って、まあ、表されるということなんですけれど、実はこの、まあ、数値、文字、記号というのを使うと、まあ、非常にいろんなものを、まあ、表現することができるっていうことなんですね。で例えばこの画像もあの数値で表現できるんですね、実は。これ、まあ、こう写真ですけれども、写真ってこれ何でできているかっていうと、この画素、ピクセルと呼んだりしますけれど、まあ、それぞれですね、その明るさを表す、まあ、ピクセルの集まりとしてその画像、写真ができているわけです。でそのピクセルがあの持っている色の明るさをこう数値で表すわけなんですね。で画像というのはこういうふうにして画素の明るさを、まあ、数値で表現したものになるわけですね。でこれはまあ白黒の画像ですけれども、カラーだったらば、カラーの写真であったらば、一つのピクセルがまあ色の情報を持っているので、色の情報っていうのは実は、赤、緑、青っていう3つの色の明るさの組み合わせを、うまく調整すると、まあ、いろんな色が表現することができるというわけなんですね。まあ、こういうふうにして一見数値とは思えないようなものでも実は数値で表されているということなんですね。でこれはまあ画像だけではなくって、あるいは音声とかもそうですね。音声はあのマイクを使って音を記録するわけですけれども、そのマイクから出てくる信号を数値の形で、まあ保存しているわけですね。様々なものがこの数値文字でまあ表現することができて、これがコンピューターでの処理の対象になり得るということなんですね。はい。でこの、まあ、コンピューターを用いて、まあ、データ解析していくんですけれど、実際どんなふうにやっていくのかというお話です。でまず、まあ、思い浮かべるのは、いくつかあると思うんですけれども、まず表計算ソフトというのがあります。でこれはまあパソコン、まあ、使う方は、まあ、もしかしたら使ったことあるかなと思うんですけれど、これはまあ数値データを集計分析するときによく用いられるアプリケーションですけれども、まあ、こういったですね、この格子状のマス目、セルと呼んだりしますけれど、そこにデータや数式を入れることで表を作成すると。で、これまあ、あの、グラフ、簡単なものであれば、グラフの描画とか、簡単な統計分析というのも可能なものですね。で、これまあ、皆さんも使ったことあるかもしれないですね。であとはまあプログラミング言語ですね。これはですね、まあ、情報処理の手順、アルゴリズムを記述するための言語ですね。でこれまあいろいろあのすごくいろんなことを柔軟に表現することができるんですけれども、変数、関数、繰り返しとか条件分岐など、まあ、そういった処理を組み合わせてですね、プログラムを記述していきます。で、まあ、プログラミング言語ってたくさんあるんですね。で、文法とか、まあ、機能、得意なものが異なる、多数の言語が存在しています。で、この講義の中ではですね、その中のプログラミング言語の中の一つの Python というのを使っていきます。で、ここに書いたのが、その Python の、まあ、特徴ですけれども、まあ、文法がシンプルで、可読性が高い、読みやすいっていうことですね。であと、まあ、コンパイルが不要。コンパイルっていうのは何のことかっていうと、
多くのプログラミング言語では、プログラムの実行の前にコンパイルっていう作業が、一手間かかるんですけれど、それが必要ないと、まあ便利だっていうことですね。で、あとはまあ便利なライブラリーが充実している。ライブラリーっていうのは何のことかっていうと、まあ、特定の機能を使いやすいようにまとめた、ものですね。で、それが非常に充実しています。いろんなことが簡単にできるような枠組みがすでに、出来上がってるんですね。で、そのために非常にいろんなことが簡単にできるようになっているというわけです。あとはまあ専門分野での実績がある。例えば AI の、最先端の研究でも、よくこの Python のプログラミング言語が使われています。で、まあまあ、こういったいろいろ優れた点があるということで、非常に将来性が高くて、実際多くのプログラマーが使っています。で、ここに、右側の図で示しているのは、とある国際学会のプログラミング言語の、ランキングっていうことになってるんですけれど、1位が Python、 一番よく使われているということですね。で、その後、Java とかですね、C 言語とかですね、ランキングに入っています。ちなみにこの公立函館未来大学では、この Python とか Java とか C 言語とか、これらの言語を、授業の中でも使って、いますね。で、あと、この講義の中でもこの Python を使っていくということになります。で、具体的にデータの分析を進めていくにあたってですね、ちょっと題材になるものを決めておきたいと思います。で、ここではですね、定期試験の得点データというのを、まず最初の解析対象として考えてみたいと思います。で、これどういうデータかっていうと、カラムっていうのはこの、ここのことですね。カラムが3つあって、マス、サイエンス、イングリッシュって書いてありますけど、これがそれぞれ数学、理科、英語の、定期試験の得点ですよというわけです。で、これがずらーっと入ってますけど、これ番号がついてて、0から199まで、200人分のデータが入ったような、こういうデータをまずは、考えていきましょうということになります。さて、で、これがデータの、処理済みデータということになるわけなんですけれど、これをそのまま見ててもですね、なかなか、どう解釈したらいいかっていうのはよくわからないわけですね。この数字が並んでるだけだと、どう解釈していいかわからないというわけで、これをどういう形でか見やすいようにしたいわけです。で、まずはヒストグラムですね。で、これはデータの分布ですね。データの分布。分布っていうのはそのデータのばらつきの様子のことですけれども、これをですね、まずは度数分布表というのを考えるわけなんですけれど、これは区切られた区間のことを階級と、呼びますけれど、そこに含まれるデータの個数、ここではこの個数のことを度数と呼びますけれど、それを表にしたものですね。こういう柱状のグラフで表したもの、これをヒストグラムと呼ぶわけです。で、横軸がその階級で、縦軸が度数、英語で言うとフリーケンシーということになります。で、この横軸の階級ですけれども、例えば一つのバーが、この例だと、例えばこのバーだったらば、この14から15の間に含まれるデータの個数、これを度数と呼ぶわけですけれど、これをこの縦軸のこの高さに設定して、グラフを書いたものがヒストグラムということになるわけです。はい。それで、先ほどの定期試験の得点データをですね、元にしてヒストグラムを書いてみます。そうするとですね、まずは数学の得点についてはこんな分布が得られますというわけです。そうすると、ここから見てわかるのは、例えば、よく見ると、この一番、高い、棒が出ているのはこれ45から50でのところですけども、この範囲の、得点を取っている人が一番多いんだなっていうことが大体わかるわけですね。あと100点を取ってる人はいないとか、最高、
でもまあ85から90の範囲の人が、まあ、この辺が一番高い得点だったんだなっていうことが分かったりするわけですね。でこれを同じようにして、まあ理科英語っていうふうに、まあこう分布が書けるわけですね。であるいは、こういうようにですね、数学理科英語の得点についてのヒストグラムを重ねて書くこともできます。で重ねて書くとですね、まあ、ちょっと気がつくのは、それぞれの科目で分布の仕方が異なってるっていうことなんですよね。分布の形がみんな、特徴が違うわけですよね。なので、次にこれどうしたいかっていうと、この特徴をうまく表すような、別の、指標が欲しいわけですね。でそこで出てくるのが次のお話なんですけれども、まず、統計量ですね。これは、データの特徴を要約する、数値のことですけれど、一般的にはこれ統計量と言います。これ例えば、平均値とか分散といったものなんですけれど、まず出てくるのはそのデータの代表値ですね。でここでも平均値と中央値ということになるわけなんですけれど、代表値っていうのは、データ全体の特徴を表す一つの数値ということになります。例えば平均値とか中央値のことですね。で平均値っていうのは、英語で言うと mean あるいはアベレージと言ったりすることもありますけれど、これはデータの中間的な値の一つで、例えば算術平均ですけれども、それはこういうふうに、数式を使って書くとこういうふうに書けますね。で今、x1x2…xn とあるわけですけれど、これにデータが入ってるわけですね。で例えば N 人分の、数学の得点みたいなものがこの x1x2 に入ってるわけですね。でこれを全部足し合わせて N で割ったもの、これが平均値ということになるわけですね。シグマの記号を使って書くと、こういうふうに書けますよね。全部足して、N 個足してそれを N で割ったっていうことですね。でこれを X バーと書くことにして、この X バーが平均値を表すということに、しておきます。であるいは中央値、英語で言うとメディアンって言いますけれど、これはデータを、値の大きさの順番に並べたときに中央に、来る値のことですね。でこの平均値、中央値っていうのがそのデータの代表値ということになります。さて、次に気になるこのデータの特徴量というとですね、このデータのばらつきなんですね。でこのデータのばらつきを表すときに、この分散とか標準偏差というのが使われるというわけです。でまずこの右側の図を見てもらうと、2つこう分布しているデータがあるんですけれど、これどちらもこの平均値はこのちょうど真ん中あたりになるわけなんですけれど、このばらつきが違うというわけです。上の図は、比較的このばらつきが小さいんだけれど、下の図はこのヒストグラムはこのデータのばらつきが大きいというわけですね。でこのばらつきが大きいか小さいかっていうのを表す指標として、まずは分散というのがあります。でその前に偏差っていうのがあるんですけれど、偏差っていうのは何かっていうと、各データの値の平均値との差のことですね。で分散は何かっていうと、この偏差を2乗したものの平均値のことです。でこれはこの平均値からデータがどれだけばらついているかっていうのを、その度合いを表すものです。式で書くとこういう形になっています。これはどういうことかっていうと、このここの xk-x バーの部分がこの偏差ですけれども、これを2乗したものの平均値を取っているというわけですね。で、ちょっと思うのは、このばらつき度合いなんだから偏差について、平均を取ればいいんじゃないのかなとも思うかもしれないんですけれど、この偏差っていうのは、これ正の値だったり負の値だったりするわけですよね。でそれをそのまま足し合わせてしまうと、例えばこの分布が左右対称だったりすると、足し合わせたものってゼロになってしまうので、それだとばらつき度合いを、
測るのには良くないというわけです。なので二乗しておくわけですね。二乗しておくとこれ常に、まあ、正の値になっていて、しかもその値の大きさはそのばらつき度合いを反映しているわけなので、二乗してから平均を取るというわけです。それがまあ分散ということになります。でもう一つ重要なのはこの標準偏差ですけれども、これはですね、まあ、分散の平方根を取ったものです。分散部位の平方根を取ったもの、これをシグマと書いて、これを標準偏差とします。でこれなんで、まあ、これは標準偏差、まあ、あの分散の平方根を取るのかっていうことなんですけれど、これで実はですね、この二乗しているものを、二乗して計算したものを、まあ、分散としているわけですけど、二乗した分を、元に戻したいっていうことなんですね。これどういうことかっていうと、この X って例えば何か、まあ、計測しているデータなので何か単位がついてるわけですね。まあ、メートル、長さだったらメートルだし、重さだったら何グラムみたいに、単位がついてるわけですけれど、この、まあ、例えばこの長さの単位のものを今この二乗して平均を取っているので、この分散の単位としてはこのメートルの二乗っていうことになるわけなんですけれど、これを元と同じ、メートルの単位に直したいので、ここで、まあ、平方根を取っているというわけですね。でそれをまあ標準偏差と呼ぶことにしているというわけなんですね。でちなみにこのシグマっていうギリシャ文字ですけれど、このスタンダードディビエーションの S に対応する、まあ、ギリシャ文字ということでシグマっていうのを使っています。でこのシグマっていう量は、ばらつき具合を、まあ、表す、ばらつきの幅に対応しているような、まあ、そういう量が、まあ、得られるというわけです。はい。で、これをですね、先ほどの定期試験の得点データに使ってみるとこういう結果になります。で、まあ、見てみると、まあ、数学理科英語とあって、まあ、平均値はだいたい49.6、 だいたい50点ぐらいのところですね。まあ、あと、まあ、理科は、平均値がもうちょっと高い、英語はもっと高くて68点ぐらいが平均値ということです。まあ、このヒストグラムの分布の仕方と比べてみると、だいたいこの、まあ、分布の中央部分ぐらいがこの平均値に対応しているということがわかります。であとはこのばらつき具合ですね、平均値からどれだけずれているかというのを見ると、今度数学がこの、標準偏差が大きいわけですね。英語はもっとちっちゃいこのばらつきの幅になっていると。でこのまあヒストグラムの、幅と 見比べても、まあ、大体なるほど、こう英語の標準偏差は小さいけれど数学の標準偏差は大きいんだなっていうことと、まあ、ヒストグラムと見比べても、まあ、よくわかるというわけですね。はい。で次に、まあ、偏差値ですね、まあ、受験を控えた高校生は気になる、ところかもしれませんけれど、まあ、偏差値ってどういうふうに計算しているかというと、まあ、こういうふうに、まあ、計算できます。これはどういうことかというと、まあ、これですね、標準偏差を基準にして平均値からどれぐらい、その得点がずれているかということに基づいて、まあ、偏差値というのをまあ計算するわけですね。だから例えば、その平均点からちょうど標準偏差の分だけずれていると、ここの部分1になるので、そうすると 50+10 で60ということになるわけです。だから例えば、数学の得点でいうと平均点がこのちょうど真ん中から真ん中辺になりますけれど、標準偏差 16.5 っていうと、まあ、平均点に 16.5 を足して、66.1 ぐらいになってますけれど、まあ、このあたりですね、このあたりの得点を取っている人が偏差値60というわけです。で、まあ、標準偏差の2倍分ずれていると偏差値70ですね。2倍分だと、まあ、この辺になりますけど、この辺の人たちは偏差値70という具合に、偏差値っていうのを計算することができるわけですね。はい。で、ここまでで、まあ、ヒストグラムを書いたり、まあ、平均値分散っていうのを求めたり、してきたわけなんですけれど、まあ、ちょっと注意があります。
で、まあ、実はですね、今日見てきたのはこういう、まあ、この単方分布っていうんですけれど、峰が一つ山が一つっていう意味ですね。こういうのを単方分布って呼びますけれど、こういう分布を、まあ、想定してあの話を続けてきたんですけれど、まあ、これは典型的な分布の一つなんですけれど、こういう分布には当てはまらないような分布の仕方っていうのが実はいろいろあるんですね。例えばこの、山が2つとか、あるいはもっとたくさんあったりします。で、そういうデータも、まあ、あり得るわけですね。多方分布とか2つ山がある場合は双方分布と呼んだりしますけれど、こういう、山がいくつかあるような分布もあるし、まあ、一様分布、だいたいこうなだらかに均一に分布しているような分布っていうのもあり得るし、あるいは非対称な分布ですね。山があるんだけれど、まあ、こう偏った形の分布ですね。で、あるいはこう外れ値を含んだような分布ですね。山は1個に見えるんだけれど、まあ、1人だけあの外れた点数を取ってるとか、まあ、そういうデータもあり得るわけですね。で、これだとまあその平均とか分散っていう量だけでは、まあ、うまく表せない場合があるので、このヒストグラムもあのうまく平均とか分散見るにしても、ヒストグラムをよく見た上で使わないといけないという、まあそういう注意が必要ですということになります。さて、次にですね、この定期試験の得点データなんですけれど、また違う観点でこのデータを見てみたいと思います。次はどうするかというと、この異なる科目の間の関係はどうなっているのかということですね。で、例えばこの数学と、まあ、理科 の、 あの得点の取り方には何か関係があるのかっていうことに着目して、まあ、分析を進めたいと思います。で、そこで出てくるのがこの散布図と相関関係ですね。で、散布図っていうのは何のことかっていうと、2つのデータを点として平面上に図示したもの、例えばこういう図ですね。これはまあ身長と体重という2つのデータをあのこの平面上に点を打って図示したものですね。で、あともう一つ重要なのはこの相関なんですけれども、相関があるっていうのはどういうことかっていうと、2つのデータの間に一方が増えると他方も増えると、あるいは一方が減ると他方も減るというような、まあ、そういう傾向があることを言います。で、例えばまあこの身長とか体重っていうのはまあその分かりやすい例ですよね。で、あるいはまあ国語と数学の成績みたいに、まあその科目によってその相関関係が、まあ、あるようなものがあると思います。さて、で、この時に、まあ、相関、まあ、正の相関、負の相関っていうのがまずあります。で、これはどういうことかっていうと、正の相関っていうのは一方が増えると他方も増えるというのが、これが正の相関で、負の相関っていうのは何かっていうと、一方が増えると他方は減るという、それがまあ負の相関ということですね。で、あとはまあ相関が強いっていうのは、その、まあ線形な関係が明瞭に見えること、例えばこの、ね、図で示すと、これ横軸 X 縦軸 Y というふうに書いてますけれど、相関が強くてこの線形なあの関係が、まあ明らかな時、これはまあ強い正の相関があるという具合に言うわけですね。あるいは逆に、一方が増えるとその他方が減るという、まあ、そういう傾向があるとき、これはまあこの例だと、まあ、強い負の相関があるというような言い方をするわけですね。で、あるいはこの、まあ、なんか顔関係があるんだけれど、まあ、ちょっと弱い形の相関の場合は、この弱い正の相関であったりとか、弱い負の相関で、あるいはこの相関がないときっていうのはこう、こう偏った、関係がないときにはこれをまあ相関がないというような言い方をするわけですね。さて、で、まあ、これを、先ほどの定期試験のデータについて、散布図を取ってみます。で、これまあいろいろな組み合わせがあるので、これを一気に図に書いてしまいます。だからこれ、どういう図かっていうと、例えば数学と、
理科の散布図だったら、ここの部分がその理科と、数学と理科の散布図ということになるわけですね。であるいは数学と英語だったらここ、理科と英語だったらここという具合になっているわけですね。であとまあここの対角線上の部分に書いてあるのはそれぞれの科目のヒストグラムということになっているわけです。さて、でここで、これ見るとどうですかね、相関あるのかないのかっていうのがよく見ると、例えばなんかこの数学と理科はちょっとこう斜めになっているようにも見えるので相関あるのかなという感じもしますよね。この数学と英語とかっていうのはどうでしょうね。相関あるのかな。この散布図だけ見ててもちょっとまあよくわからないですよね。相関あると言っていいのかどうかっていうのはよくわからない状態だったりするわけですね。なので次にこれ何が必要になるかっていうと、この相関があるのかないのかをこう数値的に示すような指標が欲しいというわけですね。でそれを次に考えていきます。でここで出てくるのはまず共分散というものです。これ何かというと2組の対応するデータ、これをxy としますけれど、それが平均から、そのデータの平均からの偏差の積の平均値ですね。これ数式で書くとこういう形になっています。 x の各データの偏差かける y の各データの偏差ということになります。でこれ何をやってることになるのかっていうのをちょっと図を使って説明したいと思います。でこれx と y というのがこういう散布図があって、あるとします。でこの時に平均が真ん中ら辺なので、この辺にあるとします。であと各データについてその偏差をこうかけて平均を取るわけですけれど、これは一体何をやってることになるのかっていうのを考えてみたいと思います。で例えばこの各点についてその偏差を見るんですけれど、この平均値を境にして、その偏差の、積ですね、これがどういう値になるのかっていうのが、ちょっと変わるわけですね。例えばこの平均値から、見たときに、この右上の領域にあるときっていうのは x の偏差も y の偏差も正の値になっているので、これかけたときには正の値になっているわけですね。でところが、この領域、ここの部分だと x の偏差は負で、y の偏差は正なので、これかけると負の値になっているわけですね。で一方こっち側は、x の偏差も y の偏差も負なので、これをかけたときには正の値になっている。で、こっち側は、また負になっているというわけですね。で、これをそれぞれデータの点について、足し合わせて平均を取っているわけなので、これ結局どんなことになっているのかっていうと、例えば、ここの領域とここの領域に、だけ分布していたとすると、データが分布していたとすると、それを全部足し合わせて平均を取る操作をすると、結局全部正なので正の値になりますよね。で一方もしデータがこことここに分布していたとすると、その掛け合わせて足して平均を取ったものっていうのは負の値になるわけですよね。これを使って、どういうふうに偏ってるか、データが偏ってるかっていうのを、求めることができるというわけです。これがもし、この4つの領域にまんべんなく混ざってるというんであれば、この政府が打ち消し合って、小さな値になるというのが分かると思います。なので、これは結局、正のこの値を計算したときに、正の相関のときには、正の値になるし、負の相関のときには負の値が出てくるというわけですね。で、これ求めたときに、x と y の分散が大きいときですね、この、平均からのばらつきが大きいときはこの共分散の量も大きくなるという、そういう傾向があるということになります。
さて、で次に出てくるのがこの相関係数ですね。で相関係数っていうのは何かっていうと、今のまあ共分散を使って計算するんですけれど、今のこの共分散を x の標準偏差と y の標準偏差で割った値です。これが共分散で、これシグマ x シグマ y って書いたのが x と y の標準偏差ですね。これで割ったものを相関係数と呼びます。そうすると、これ何が出てくるかというと、この2つのデータの間にある線形な関係の強弱を測るような指標が出てくるというわけですね。で実はこれ、標準偏差、x の標準偏差 y の標準偏差で割っておくと、どうなるかというと、この割った値の取り得る値がマイナス1から1までの範囲に限定されるようになります。でそうするとさっきの、例えば例としてお見せしていた、こういう強い相関がある状態というのは、例えばこういう分布だったらば、これ、相関係数が、0.9 ぐらいになると。であとは、弱い相関だったら、例えばこれぐらいだったら 0.6 ぐらいになって、こう均一に分布しているものだと相関が0、これだったらマイナス 0.6で、強い負の相関、こういう分布だったらば、マイナス 0.9 という具合になるんですね。でこれもしこれ一直線に並んでデータが並んでたとすると、それは、相関係数1になるんですね。こっちも、一直線にこう並んでたとするとマイナス1になったりするんですね。こういうふうにこの、2つのデータの間にある線形な関係を、測る、その関係の強さを測る指標っていうのができたということになるわけですね。さて、でこれを、先ほどの定期試験の特典 の、 データの分析に使ってみたいと思います。で、こういう、サンプ図、ヒストグラムとあるわけなんですけれど、これを使って、相関係数計算するとこういう結果になります。でそれぞれこの、こういう配置に対応してるんですけれど、例えば、数学と、理科の相関係数計算すると 0.47 という具合ですね。弱いけれど相関はあるということです。であと数学と英語だったらマイナス 0.02、 マイナス 0.02 っていうと、これは非常に弱い、ほとんど相関ないということになるかなと思います。であと理科と英語、これだったら 0.18 なので、弱いけれどちょっとだけ相関がある感じに読み取れるという具合ですね。それでですね、ここまで散布図と相関係数ということで見てきたんですけれど、注意が必要な場合っていうのがあります。でここに、示したのは、いろんなデータの分布ということで示したんですけれど、今見てきたみたいに、こういうなんとなくこう直線上に並ぶものであれば、この、なんか相関があるなっていうのが、その相関係数を見るとはっきり捉えられるわけですね。でこういう分布であれば相関係数計算すると0.9とか強く相関してるっていうのが、ちゃんと数値として見えるわけなんですけれど、他にも分布の仕方っていうのはいろいろありえてですね、これいろいろいろんな分布がありえるということで、いろいろ作ってみたんですけれど、こういうデータこういうデータの分布の仕方について相関係数を計算するとですね、実はなんかすごくちっちゃな値になっちゃうんですね。これ、どれも明らかにこの 何かこうデータには構造がある特徴を持ってるわけなんですけれど、相関係数を計算するとほとんど、0付近の小さな値しか出てこないんですね。で、これが相関係数の限界ですね。相関係数では捉えきれないような、データの特徴っていうのがあるので、注意としてはこの相関係数だけ見ていては捉えられないで
データの特徴っていうのがあるので、まあ、散布図と合わせながらこの相関をいつも見るということが必要になるということなんですね。はい、はい、ここまでのところを振り返って見ていきたいと思います。まあ、統計分析の基礎としてですね、まずデータ分析のプロセス、これはまあデータセット、モデル、アルゴリズムや、可視化についてのお話でしたけれども、まあデータセットについてはですね、まあ文字や数値によって、まあ、様々なもの、画像や音声も含めて様々なものが、まあデータとして、取り扱う分析の対象になり得るというお話をしてきました。でさらにこの可視化の例としてですね、ヒストグラムや散布図、これはまあ1変数2変数データのまあ分布を可視化するというまあ手法ということで紹介しました。でさらに平均値分散標準偏差ですね、まあ、これは1変数データの分布を特徴付けるようなまあ数値化するような手法ということでした。でさらに共分散相関係数、これはまあ2変数データの分布の特徴を数値化するというものでした。で、ここからですね、まあ、プログラミング言語の Python を使って実際にデータ分析をしてみたいのですが、こちらは、まあ実践編の動画の方で、解説を進めていきたいと思います。